そうさん、600人ありがとうございます。もっち先生お疲れ様です。最終章でまた一味がバラバラ、またはグループに分かれるんじゃないかと思っていますと。ウソップがエルバフ、ゾロが冥界、ロビンがオハラ、チョッパーが大きい卵探しとか、あとバギーズデリバリーから去った巨人族はやっぱり新挙兵海賊団のところに行ったのでしょうか。私は海南の巻が好きです最後がスラムダンクというね、海南の負けは熱いですからね。まずは最終章で一味がバラバラになるパターン。まあ、エルバフにウソップが行って、ゾロが冥界に行って、ロビンがオハラ、チョッパーが卵探しってなってるけど。まあ、ありえなくはないですよね。前半と海と後半の海のリンクっていうのは本当に口うるさく、このチャンネルでは出てきますが、間違いなく綺麗にね、1巻と61巻のあの表紙のリンクから始まり、完全なるリンク、綺麗なリンクが描かれていくんで、もしかしたら、一味がバラバラになるっていうね。で、まあそれがだから成長も込みで描かれることがあるんで、ネガティブなバラバラじゃなくて、なんか役割を持ってね、世界をひっくり返すためのそれぞれの行動みたいなのがあって、であれ熱いですからね、やっぱりこうバラバラになった上で全員がね、それぞれの物語があり、それが全員集まった時にね、めちゃめちゃこう全員が頼もしく感じるみたいなね、あの描かれ方があるんで、それのこう強化バージョンというかね、それの上位互換みたいなパターンでまた描かれる可能性はゼロじゃないんじゃないでしょうかと。で、まあバギーズデリバリーの巨人族、まあゲルズとかね、まあハイルディンを筆頭にっていうところなんでしょうけど、ハイルディンの夢がね、いつか巨人族を従える王になりたいっていうところなんで、あとは北欧神話っていうねところでロキとかね、まあその辺描かれて行く可能性が高い中、ドリーとブロギーとかね、ヨルルとヤルルっていう、こう、二人組の船長、巨人族はなんかね、二人の頭みたいな感じで必ず描かれてきたんで、ハイルディンの夢が叶うとしても、巨人族を従える王になるっていうのが叶ったとしても、二人の王になる可能性の方がね、こう、高いし、そっちの方が綺麗なんじゃないかっていうので言うと、ロキとハイルディンがね、二人の船長として、巨人族を従える王として、最終決戦に来るんじゃないかっていうね。なんか私の中では、そう考えております。パンダさん、ルペカちゃんありがとう。まあ、レイリーもキザルに言ってましたよね。若い芽を摘むんじゃないって。若い芽を摘むんじゃないっていうのと、新緑っていうのがかかってる。若い芽を摘むんじゃないをキザル助けた時か。そことのオマージュで言うと、その後麦わらの一味バラバラになるとかだけど、バラバラになってる時間がない。メタ的なね。今からバラバラにしたら3年以上かかるとか。そうか。でもバラバラにするパターンって王道ですけど、冒険者とかでは。熱いは熱いんだよね。2年後にラフテルで。最初は単純だったと思うんだよな、小田先生の初期構想。イブカイとかいなくて、ルフィたちが四皇と戦う海賊の物語っていう感じだったと思うんで、前半の海で暗示した物語が後半の海で、スケールアップして描かれていくっていう単純な話だったと思う気もするんですけど、渋海が来てもうめちゃめちゃ複雑に絡み合っているんで、この前半の海でこの描写は小田先生の初期構想でどういう物語を構想して書いたとかっていうのを想像するのが難しくなってるというかね、今はその考察者とのやり取りみたいなのまで小田先生あると思うんで、さらに難しくどんどんなってるよね。最新話出るたびになんかアラバスタっぽいなとか、スリラーワークっぽいなとか、全く同じセリフが描かれていったり、どんどん難しくなってる感じがするな。俺が YouTube 始めた当初よりもさらに、1008話ではこれもう造編のことを思い出せって小田先生は言ってくれてるわって読んでて思った記憶があるんですけど、今もう読んでも小田先生の意図が分かんないことが多いというかね。竹之内の丸之助さん、500円ありがとうございます。歌の髪型、水引きの花結びだと思います。25周年の映画何度でも楽しんでねの小田先生のメッセージだと思いますか。本編には何の影響もない考察でした。この結び方に意味があったっていうこと。水引きの花結び。水引きとは、別名蝶結び、別名諸罠結びっていうんだ。諸罠結びは片方の水引きを引くとほどけ、再度結ぶことができるから何度繰り返しても良い贈り物に用いられますと。使用されるシーンとしては結婚以外のお祝い事みたいなことか。それで言うなら、あれもなんじゃないですか。白星とか、乙姫とか。本編には何の影響のない考察でしたっていう風に竹之内の丸之助さんは締めてますが、この歌の髪型とね、乙姫とか白星の髪型の一致っていうのはなんとなくこう本編に関わってきそうなね、感じはしてきますが、まああれを一致することによって何らかのキャラデザインどうなのか、どこまで考えればいいのかね。あのパラレルはパラレルでしょうけど、紅白なのでね。ああ、紅白っていう意味で言うと歌だけか。うん、ここはだからそんなに怖いか信じたいがっていうね、シャンクスの、ガチ切れ案件
前々前回ぐらいにありましたと。でそこで、まあ、シャンクスがおそらくは新時代を担う新緑たちっていうのを多分思い浮かべたんでしょうけど、回想シーンがありましたと。でここにね、幼きルフィ、幼き桃之助、幼き日和、そして幼き歌っぽいシルエットっていうのが描かれていったんですが、まあここ仮に白星だとしても意味は問うんですけどね。でここが考察難しいところですが、まあ普通に考えたら歌でよくて、レッドのこうね、プロモーションにもなるんで歌でいいんですけど、映画を見ない人間にとってはここが白星だとしても、まあ、代用はできると。神木さんとかがそのさすがにこの映画の一キャラクターが本編に出ることがあまりにも衝撃的すぎると、前例がなさすぎる。で映画を見れない少年少女たちに対してちょっと厳しすぎると、誰かわかんないって考えると、本編の中だけで整合性を取るっていう意味で言うと、あのシルエットは別にねコミックスで修正される可能性だってあるわけだしっていうことを神木さんがおっしゃってまして、まあ確かにって思うし、でそれが、仮に白星だとしても新緑ですからね、あの新時代を担う新緑ですから、その古代兵器ポセイドンとかルフィもニカになれる、桃之助もプルトンをこう解放できるっていう意味で言うと、むしろ、歌よりも白星が、ここにいた方が、ベストな気もするんで、っていう意味で言うと髪型が一緒っていうのはもしかしたら狙いがあったのかもしれないっていうね、あのシルエットを白星としてもこう考えられるように、やったと。ペロンさん、ニャコちゃん、ありがとうございます。お疲れ様です。サボの新聞でダダンが泣いたのは、コブラ王とダダンの間に何かあるのではないでしょうか。だこれがだから考察者泣かせの、まあ、一コマでございましたと。死亡者が出たんだ、っていう、モルガンズの文言とともに、その新聞を見た、革命軍とかね、風車村とかその辺のこう様子が描かれていった時に、これ一つのね、考察の根拠になってたんだよね、あのダダンの泣き顔っていうのが。嘘だと言ってくれみたいな、ダダンの顔。その時巷で王道となっていたのが、とにかくコブラが死んでると。ボロゼに直談判するって言ってたんで、コブラ殺されてるのは可能性高い。で、そのコブラが死んだことをサボのせいにされていたっていう考察がね、当時進められていたと。で、今考えるとそれが正解だったんですよね。コブラ殺害、サボ失踪っていうね、あの時の新聞は、そういう内容だったっていうことが明かされたわけですが、だからみんなが考察した王道があの時当たってたんですけど、その王道の考察を否定する根拠として、コブラを殺害してサブが失踪した新聞を見て、ダダンあんなに泣かねえだろっていう、ダダンはあんな表情にならないし、あんなセリフにならないだろう、その王道の考察外れてんだろうっていう、王道の考察を否定する根拠としてあのダダンの表情が、あったんですよね。ただ今よくよく考えると、まあ私の見解ではあれは単純に小田先生があの当時我々読者にどういう風にこう意識を持っていかせたいか、誘導させたいかというと、サボが死んだことにしたいんですよ。サボが死んだと若干思わせるっていう小田先生の狙いがあったと。だからこそダダンにあの表情をさせた。サボがまるで死んでいるかのような表情を涙にさせた。ドラゴンに関しても焦って事実確認だ、っていうのがあったんで、これもいやいやサボが死んだなんて信じられない、まずは事実確認だっていう風に小田先生はこう全部を誘導していたっていう。で結果サボが死んだんじゃなくて、死んだのはコブラで、サボは失踪中っていう、まあそういうこうトリックっていうか、そういう狙いがあった上での描写たちだったんじゃないかっていう考えてるんで、サボの新聞でダダンが泣いていたのはコブラ王とダダンの間に何かあるのではないでしょうか。ここを考えるのがなんか俺の中では野暮な感じがするんですよね。それはそれで小田先生の狙いとしては、サボ、死亡っていう記事だと思い込ませたかった、その描写を見て考察がね進められたっていうところなんで、うん、ここはここでもう結果としてクリアになってるというか、ね、あ、なるほどなっていう。でここでさらに深読みして、あの時のダダンのあの表情はコブラと何かあったからじゃないかってこう考えていくと、こう深みにはまっていきそうだね。あれはあれで解決しているんでっていう、そこでいいような、気はしていきますと。まあでもこれゼロじゃないですかね、もちろん。アルバスタとダダンには、何らかの関係性があって、我々が考えている以上に深い関係性、元友達とかね、元アラバスタ王国のなんかことをやってて風車村に来てるとかっていう裏設定がダダンにはある可能性もゼロじゃないんですけど、